こんにちは。ご視聴ありがとうございます。では続きを言ってみましょう。奥丹がすごいことに気がついちゃったところからですね。二つの視点は実は時間がずれてた説ですけど、まだちょっと何も言えないと申しますか、それ以前に理解が追いつかないと言いますか。え？そっち？またそんな大前提をひっくり返すの？最初の方で2017年って言ったから、ずっとそのつもりで来たんですよ。2017年じゃないの？もしかしてもっと未来？何を突然？どうしたの？なんかあったの？もう終わりですよ。西暦で言うと2034年だけど。前提がひっくり返された。ずるいですよ。2017年って言ったじゃないですか。パラレルワールドだからって後から前提ひっくり返していいの？確かにスマホこそないけど、ソラさんの存在がなんか技術的に2017年じゃおかしいなとは思ってたんですよね。34年なら、まあそうですね、不可能じゃないのかも。今から10年後ですね。スマホだってもう時代遅れになってるかもしれませんね。2002年のゲームでしょ？どうなんでしょう。不老不死のキュレイウイルスについてはまあ置いといて、それ以外のいろいろな設定についてはよくできてるような気もしますね。約30年後の未来を見据えてこの設定を作ったんですね。いやー、参りました。ん？でも2017年が実は2034年だったとしても、今までの謎が全部解決ってわけじゃないですよね。2034年ってことで驚いたり納得できる部分もありましたけど、時間がずれてるって話はどうなったの？そういうこと。こっちは2017年、やっぱりソラさんの技術はこの時点で確立してるんですね。ちょっと待って、
たけし君視点が2017年で、北端視点が2034年。ちょっと待って。いろいろ納得いきませんよ。あ、17年前にこの水族館で事故が起こったってどっかで誰か言ってましたね。え、でもなんで同じ事故が起こったの？ループしたんじゃなくて、普通に17年経って同じ事故が起こったの？そんなことある？え？ちょっと不自然すぎませんか？登場人物も似てるし。あ、だから偶然じゃなくて誰かに閉じ込められたって言ってたの？ですよね。偶然ではありえませんよね。誰かが意図的に閉じ込めてどうするの？誰得？ちょっと現時点での情報だけじゃ無理ですね。これ以上推理できません。4年前、ゆうちゃんが犯した罪の話？ゆうちゃんっていうか、はるちゃんですね。そう、今から4年前。本当にレディースやってたの？これは私がまだ14歳だった頃の話。14歳で総長は無理でしょう。まだ下っ端の時に無理しちゃったの？心臓病になったからグレちゃったの？中学2年生くらい？中2から高校卒業ってことは、3、4年の命。
親密な関係？14歳で妊娠しちゃったの？紳士って何歳？このロリコン紳士大丈夫？森野茂蔵。初めて出てきた名前ですよね。遺伝子工学。あなたは私の子供、あなたは私の妹。なるほど。結構クローンの伏線があったのに、全然気がつきませんでした。勘のいい人ならきっと気づけるんでしょうね。そしてあなたは私自身。全然レディースの総長じゃなかったですね。マヨちゃんに騙されました。アキちゃんは双子の話をしてても全然ピンときてなかったんですね。自分がハルちゃんのクローンっていうことを知らないんですね。だから性格もほぼ一緒で。浦島太郎を信じてるか信じてないかの違いしかないんですね。とりあえずゆうちゃんの謎は解けましたね。セーブしときましょう。嘘じゃないよ。この子は確かに私の娘。でも娘であると同時に双子の妹でもあるの。そして彼女はもう一人の私、私自身でもあるのよ。これが私の犯した罪。でもこの時点では合法なんでしょ？罪じゃないんでしょ？決して許されることのない永遠の宿業だけど、前にも言ったように後悔はしてないんだ。おーい、もしもし、聞こえてるか？あ、ゆうちゃんのおばさんの正体分かっちゃった。
だからゆうちゃん編でしか登場しなかったんですね。ねえ、一体どうしちゃったって言うのよ少年。まさか今年が西暦何年かってことまで忘れちゃってたわけ？ゆうちゃんのお母さんははるちゃんでした。だからそっくりだったんですね。いよいよここも関係性がはっきりしますね。いきなりこんなとこに連れてきてどうするつもり？白黒はっきりさせますよ。話したいこと？これつぐみんはもう分かってますね。それって重要なことなの？超重要案件ですよ。で、その重要な話っていうのは？ちゃんって、ちょっとそのシーンは覚えてませんけど、でもそうですよね。何かしら感づいてますよね。なんかつぐみんに詰め寄ってたシーンもあったし、二人ともかなり早い段階で気づいてたでしょう。ねえ、なんで黙ってるの？早く教えてよ。うん、いいけど。でもこれが2017年の方のたけし君が本物だとしたら、こっちのたけし君は何なの？なんでたけし君のふりしてるの？こっちのたけし君だって全然悪人に見えなかったですよ。みんなの竜田サンド作ってくれたし、こっちのたけし君は何がしたかったの？ちょっと待って、何よそれ、どういうこと？まよちゃんは分からないですよね。向こうのたけし君知らないんだから。たけしってあのたけしのこと？そこに映ってるのがたけしなの？こっちのたけし君は偽物なんですよ。
からつぐみはこっちのたけし君に冷たかったんですね。いや向こうでも態度悪かったですけど、でも最低限口は聞いてくれましたよね。でもこっちのたけし君とはつぐみん口も聞いてくれないですよね。そりゃそうですね。つぐみんは明らかにこっちのたけし君が偽物って初めから分かってたんですから。でもそれならそうと言ってくれればいいのに、この倉成たけしは偽物ですよって、つぐみんは大事なことさえ言ってくれないから。はじめから偽たけし君の正体を暴いてくれたら、こんなややこしいことにならなかったでしょう。まあでも偽たけし君が何がしたかったのかはまだわかりませんけど。つぐみんにいつバラされるかドキドキしながら、ずっとたけし君を演じてたってことですよね。ことなの？お兄ちゃん、ちゃんと説明してよ。いよいよですね。この音楽いい。バッドエンドじゃなくてもいい感じにはまりますね。こっちの世界ではもうアラフォーですね。もう観念してください。全部わかってるんですよ。違うわ。私は母親なんかじゃない。嘘言っても無駄ですよ。こっちはもう全部見ちゃってるんですよ。クラゲの中で合体して大当たりしちゃったでしょ。素直に認めましたね。北斗やっぱり初めから金髪ですね。あのゆうちゃん編の最後の黒髪はなんか
太陽の角度というか影になって黒く見えただけなんでしょうか。あの黒髪はあんまり気にしなくていいのかな。がつけた名前が別にあるんですね。なるほど。本当の名前教えてほしいですね。名前教えてくれないんですね。記憶戻ってきた。完全におびき寄せられてる。動機がわからない。偽たけし君？まさかの黒幕？最終決戦？すっかり騙されましたよ。途中でソラさん疑っちゃいましたけど、まさか偽たけし君がラスボスだったとは。はい、というわけでここちゃん編の7回目でした。このところ毎回衝撃的ですね。今思えばつぐみんは最初からまよちゃんとほくたんが自分の子供だってことに気づいてたんですね。だから危険も顧みずに泳いでまよちゃんを助けたんでしょう。まあでもつぐみんならまよちゃんじゃなくてココちゃんだったとしても助けに行くかもしれませんが、今回かなり重要な情報をゲットできたので真相に近づきましたが、まだ大きな謎が残ってますね。何のために17年前の事故を繰り返してるのか、偽たけし君は一体何のために大掛かりな仕掛けでみんなを騙したのか、何か理由があるはずですよね。多分偽たけし君だって根っからの悪人ではないと思うんですよね。次回は偽たけし君との対決になると思いますが、いざ悪の本性を表したら北端一人じゃ負けちゃいそうですね。つぐみんにも一緒に来てもらいたいですね。というわけで今日も最後まで見てくださりありがとうございました。